どうも、こんばんは、エヌムです。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、佐々木ハイセオ、駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。名付けて、アヤと十蔵共同戦線ということで、オークション編では敵対していたこの2人ですが、今回は同じ属性で、ハイセに強いね、属性でありますので、今回はこの2人を組ませて、しっかりと削っていきたいと思います。で、2周年アニマさんですね、この方にはバフをかけてもらいましょう。で、アヤトなんですけど熟練度 100% にしましたね。促進剤100個使って、奮発しました。こいつ水に強くて人間キラーですね、水属性キラーダブル S プラスに、人間キラー S プラス、クリティカルがトリプル S プラスで、攻撃力ダウン完全耐性、これ攻撃力ダウンを使ってくるやついたっけな今まで。はい、まあこいつかなりね 3D モデルかっこいいし、スキルもかっこいいし、攻撃モーションもかっこいいんで、ぜひとも目に焼き付けていってください。で、このアモンさんですね、あ、ロックしとこうか。この子まだまだ現役です。はい、かなり強いですね。アヤトと交換しながらゴリゴリと削っていってもらいましょう。でも、まあ、相手が何してくるかわかんないんで、持続回復と、防御力アップのこのオークション無突きですね、かなり強い武器耐久値も回復してくれます。持っていきました。はい、敵の攻撃力は重蔵が下げてくれるんで 0.4 倍ですけど、まあ十分なデバフなんじゃないかなと思います。では行きましょう。かっこいい。佐々木の本気を見せる必要があるね。うわ、マジでアヤトかっけー。俺初めて使うんだよね。で、ハイセの武器耐久値が今ところ12だね。んでから、12なんだけど、アヤトがどれだけ削るのかな。アヤトが詳細、武器耐久値マイナス8だね。で、普通にやってると、あれか、40。いけるのかな、これ。とりあえず、8削って、何連攻撃だっけ ?1.8 の7連ダメージってことは、まあ、だいたい9削ると。もうほぼほぼ9削っちゃうぞということで、ちょっと一回撃とうか。アヤトを撃って、アヤトで全部アタックポイント使っちゃって、ほんで、ありまでブレイクさせようか。そうしよう。撃ちます。あだになったな。カジさん、先日結婚されましたね。かっけ、かっこよくない？ね、ちょっと見てくれ。アヤトの浮角の飛ばし方かっこよくね。ちょっとこれ1倍速でいくわ。かっこよくない？キラッキラッキラッ。すげえかっこいいと思うんだが。で、ここは有馬さんですね。有馬さんでブレイクしていきたいが、スキルでブレイクさせようか、せっかくだし。望み通りか。OK、ブレイクしましたね。で、重蔵でデバフをかけていく。お題は結構。OK、単発49万ぐらいで、重蔵これで自分にバフがかかったのかな。でもまあ、有馬のバフの方が上だからね。で、アヤトで削っていきますか。おらよ。あ、待って、これ倍速かけないとこんな遅いんだ。なんかすごいスローモーションだね。スキル打っていきましょう。スキルは倍速かかるな。あだになったな。スキルは通過ない。160万ぐらい出たか今。よし、これで2倍速でいきましょう。当倍はダメだ。やろうよ。やべ、アヤトのモーションかっこよすぎる。アモン小太郎、入る。俺も戦います。アモンはアタックを4回か5回やるだけでスキルが溜まっちゃうから、今6回やったからたまんなかったな。アヤト出して、まあ一旦ね、様子見ということで無月出しませんが、あだになったな。おら強158万、マジっすか。クリティカルで単発88万ぐらい今出てたのかな。あ、そう、アヤトはしかもスキル使うと敵、あの味方前衛に、回避率 30% を付与するんですね。まあフェス限のムツキとかと同じような考えと思ってくれたらいいんですけど、火力が高い。ハイセの火力が高すぎる。これムツキ必要だな。これムツキが必要ですな。アヤト貯めるか。
これアヤと打つと武器耐久値マイナス8のあれだも大体9削っちゃうから危ねえな。これ打たない方がいいかも。あいつ9だしな。ってなるとやっぱり有馬さんでブレイクしてスキルで、こんな感じでこうだね。有馬なんぼだっけ忘れちゃった。10か。オッケーオッケーオッケー。10は十分ですね。10だけにね。で有馬使っちゃおうか。全部有馬全部使っちゃまずアヤと打って、あだになったな、あだになったな、やって有馬で5の倍数でアヤトが流れるよ、殴れるように調整してあげて、で有馬さんには一回下がってもらってムツキを打ちましょう。でこれで防御力2倍ですね。で再生状態、そして武器耐久値を回復と、で重ゾーンスキルもバンバン打っていく。お題は結構、待って、出血してる、重ゾーン出血してるね。っていうかアヤトなんか使い、あ、アヤトも出血してんのか。これ全員出血したんだね、敗戦のスキルかなんかで。なるほど、これはなかなかやってくれるな敗戦くんよ。打ってもいいが次のターンまで残しておくか。で有馬を出すか次のターンに。でまあ防御力上がってるし大丈夫だと思うんだけどな。 1.25 倍にしてきた。 1.5 倍ダメージ、危ねえ。今何歩食らったんだろう。画面から見切れたからダメージのあれが見えなかったんだけど、待て、何ダウン食らった。防御ダウンか、やべ、防御ダウンか。とりあえずこう打って、打つでしょ、アヤト打って大丈夫だよね。アヤトとりあえず打って、有馬のスキルが溜まってないのが気になるか。大丈夫なのかこれは。とりあえずアヤトのスキル打とう。あだになったな、あだになったな。んでから、んでからよ、もう一回ムツキ打っといて、一人ぼっちゃ。んでムツキを貯めておいて、有馬出してギリギリまで削るか。これで9回殴れるよね、あやとで。1、2、3、4、5、6、7、8、9で有馬で10回目でブレイク。オッケー、危ない危ない。でブレイクバースト発動して有馬のスキルを使っておく。そうか、有馬って、これ有馬が倒れる可能性があるぞ。有馬は防御力アップしてないし出血もしてんのか。危ねえな、有馬が死ぬと火力が一気に落ちるんだよな、ブレイクバースト発動できなくなって。まあ仕方あるまい、有馬が倒れないことを祈りつつやっていくしかなさそうですな。お題は結構、ほらよ、あだになったな、ザン。オッケーオッケーオッケー、あやとつえ。んで、ちょっと待って、有馬下げたいな、ここ。ここ有馬下げるか、有馬を下げないとまずそうだから、有馬下げよう。まあ、これでいいでしょう。武器耐久値回復を残しときたいから、まあ、初っ端、もしこのターン武器耐久値削られたら危ねえから、まあ、残しておくか、アームつきのスキルは。本当はアモン出してもっと削りたかったんだけどな。ハイセがそろそろなんかしてきそうで怖え。まあ、ほら来た、うわー、武器耐久値マイナス10、ほら来たっていうか、10はさすがに耐えれねえ。出たよ、最近流行るの、武器耐久値マイナス10な。あー、よかった、あやとじゃなくてムツキで、ほんとよかったよ。なんの流行りなのか、そのマイナス10はよ。あやとに試させましょう。待って、これやべえ、危ねえな。有馬たまんのか、これ有馬がたまんない可能性があるから、有馬の方にスキルを回す。オッケーオッケー、いけるか、いけそうだな。オッケー、でこのターンもしっかりとブレイクしていきましょう、有馬で。よーし、全員スキル溜まった状態でなんとかこのターンもブレイクバースのバフをかけれたな。望み通りか。
んで、また削っていきましょう。お題は結構。あだになったな。おら。オーケー。あー、ムツキ危なかった。このターンムツキ後ろで休ませて HP を回復しよう。っていうかシフトないからあれだわ、強制的に後ろにいてもらうしかないんだね。ほらよ。オーケー、このターン誰も倒れないでくれー。つか武器耐久値マイナス10やめて、マジで。アイオトとかにしてこないでね。 1.2 倍、オーケーオーケー。流血プラス 1.2 倍ダメージね。防御上がってるからな、こっちは。防御力 0.5 倍にしてきやがった。防御上がってるからなって威張った。しかもこっちはかわすんだぜ、アヤトの能力によって。こっちはかわす。さてと、アヤトのスキルを打ちたいね、ここは。で、有馬でまたブレイクしていきましょう。アダになったな。で、こんな感じですね。で、有馬でまたブレイクしていきましょう。せいせい。オーケー、これ最終ターンなんで、これみんなバフかかってるよね。だからここはもう有馬さんに例の姿になってもらえますか。有馬さんやっちゃってくださいよ。使う。お前が初めてだ。オーケー。まあ多分溜まるっしょ、有馬は。別にコンボ回さなくてもスキルゲージ増加量が2倍だからね、永久覚醒で。アヤト、ちょ見てくれ、アヤトがカグネ打つときにキラってなるのがすげえ気になるんだけど。いや、かっこいいって見てね。行くぜ。使うのはお前が初めてだ。かっけ。んで、ここは最後アヤトを出しておきたい。アモンに交代すれば、まあ、火力が削れるんだけど、まあ、最後ねこの3人で終わらせたいというか、シフト1個余ってますけど、最後アヤトにスキルで締めてもらえますか。アダになったな。あ、普通に単発でクリティカル90万ぐらい出てて、スキルつって160万170万ぐらい単発で出てますね。強い、強すぎるぞ。いや、誰も倒れなくてよかったな。みんな出血してフラフラだけど、特にアリマとアヤトのあの左肩下がってね。はい、というわけで今回はアヤトとジューズをタッグで組ませて、オークション編のね、ダメージはまあ1億は超えてるのはわかるんだけど、どれぐらい出てたんだろうか。はい、まあこのダメチャレやるとね、石が10個もらえるんですね。めちゃくちゃお得なんですけど、あのブースト材使ったりいろいろしながら火力出しながらやってるんで、いつも石1個砕いてから駆逐やるんですよね。2億だよね。2億だよね。はい、2億3541万ということで、まあほぼほぼアヤト君が火力を出してくれました。もっとアモンさん使ったらよかったのかな。まあアモン使うとね、重造とあれで攻撃力のデバフがね掛け合いになっちゃうんで、そこはちょっとあれなんですけど。はい、いやー、アヤトの 3D モデルかっこいいですね、うん、攻撃モーションもかっこいいし、ボイスもかっこいいし、3D モデルの中では、今んとこ、アヤトが一番俺好きかもしれないですね。うん。まがまがしい感じが最高です。はい。というわけで、お疲れ様でした。今回は、フェスゲンだったっけ、スペシャルだったっけ、ちょっと忘れたんですけど、のアヤト君熟練度 100% と、女装重造2人タッグで組ませて、駆逐の敗勢 A でした。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。